にちは。前回の動画の続きで、昨日は、ナス科の、ピーマンとか、ナスの類の種まきをして、で、今日は、アブラナ科とか、水菜、アブラナ科とか、春菊、菊花の種まきをしようと思います。ナス科よりは覆土が薄くていいかなと思います。はい、こんな感じです。見て思ったんですけど、乾いた土に穴開けて種まいて、でじょうろでお水をあげた時に崩れて土がかぶさるようなやり方の方がいいような気がしてきました。でももう全部濡れてるんで、今回はこれでやるしかないですね。先に潰して種乗せて薄く土かぶせる方がいいかな。どうだろう。
さっきのがこのコメリのやつで、これがホーマックなんですよね。なんか、なんですか、ヤシの繊維っぽいのがこっち入ってるっぽくて、形が崩れにくいと。けど中に何入ってるかが入って書いていないですね。これ今気づいたんですけど、128ケツだと約13枚1袋でできると書いてありました。どうしようかな。さっき裏中だったら極端な話、覆土なくてもいいですよね。なんかこのやり方が一番丸いかもしれないですね。土はコメリの土の方が繊維質が多くて、細かい作業をするときは少し扱いづらく感じました。なので、ホーマックですね。で、買ったやつの方が、僕的には好みです。作業性は、ただ水持ちとか、あと空気の通りとかも、もしかしたらコメリの方がいいかもしれないです。まあ、ちょっとこの辺は生育見ながらって感じですね。まあ、今日はこの調子で残りも種まきをする予定です。はい。しばらく種まきの動画はこれでないかなと。もう少ししたら、ハウスで育てるズッキーニの種まきはするかもしれないです。もうちょっと先ですね、でも。こんな感じで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。